風魔は日本のプロレースラー。本名、妻木博夫。2010年2月19日、月間若手通信新場ファーストリングのエキシビジョンマッチ対平田一気戦で練習生としてプレデビュー。同年3月3日、月間若手通信新場のエキシビジョンマッチ対平田一気戦で対戦相手の平田がアイアンマンのベルトを持っていたのでデビュー前にタイトル戦を行う。 結果は、時間切れ引き分けで、ベルトダッシュできず。4月11日のユニオンプロレス新規場にて、石川修司を相手にデビュー。7月11日、大日本プロレスの D ダッシュ、横浜にぎわい座大会、対、関本大輔戦で、初の他団体工業に参戦。2011年2月16日、月間若手通信新規場で、初のメインイベントに出場。同時に、 平田一気に勝利し、プロ初勝利を挙げる。10月14日、ユニオンプロレス公開記者会見で、沖縄プロレスへの武者修行が発表される。11月10日、マスクマン、ジンベイザメンとして、沖縄プロレスに登場。2012年9月22日のユニオンプロレス北、戦術大会より、ユニオンに完全復帰。2013年1月、新リングネームを募集。 小田原の出身ということもあり、風魔小太郎にちなみ、風魔とした。2014年12月、ユニオンマックス王座選手権にて、佐藤光を破り、第4代ユニオンマックス王者に、自身初のシングルベルト大冠。2015年2月、ゲットザグローリートーナメントにてメンズ帝王、宮本和史、サコットと決託していたことを明かし、ヒールターン、同トーナメントを優勝。 3月28日、同ユニットを、キングレギオンと決定。ユニオンプロレス解散後秋高いさみが旗揚げ予定の、新団体プロレスリングバサラ所属となる。2016年1月21日、プロレスリングバサラ旗揚げ戦で、プロレス界にヘビメタル強を布教すべくヘビメタ風の、黒い新コスチュームで登場。後に、演歌とワールドヘビエストヘビメタルタッグを結成。後に、 久保友情も加入し、ユニットアイアンプリーストに発展。2020年以降は、幼少時寄りのブルースリーへの憧れが、徐々に、コスチュームにも現れ始め、2020年12月27日、大森ゴールドジムグラップリング大会、アンダイバルドプロ MMA フェザー級に出場。萩原和隆に勝利する。2021年4月18日、ジ スポーツパレスにて行われる総合格闘技 z s t 7 2出場し、福山博隆に判定勝利。ありがとうございます。